米海軍長官の異例ともいえる出雲視察。日米での連携が即座に進む視察となるでしょう。今回は米海軍長官の視察を受け、今後の出雲加賀の動きを詳しく見ていきます。 F-35B 戦闘機を艦載可能にしたその改修工事も加賀へと移される。やはりスピード感が大事です。オスプレイと同等の大きさですから、初めから分かっていたのかな。海上自衛隊の護衛艦出雲にとって2021年10月は特筆すべき出来事が2つ重なり、第1回目の航空母艦化改修を終えた同艦がアメリカ軍との密接な連携のもと、今後の運用に向けた準備が進められていることが伺えた。まず10月3日に護衛艦出雲は高知県の沖合の洋上にて、アメリカ海兵隊の山口県の岩国基地に所属する F-35 ライトニング 2B 型の協力を得ての同機での初の発着艦試験を実施し、無事にこれを終了させている。護衛艦出雲の航空母艦化の第1回目の改修工事では、主として飛行甲板への F-35 ライトニング 2B 型の発する排気熱への対応を目的とした耐熱加工を中心に実施されており、これに問題がなかったことが確認された。海上自衛隊の艦艇が F-35 ライトニング 2B 型のような固定翼機の発着艦を成功させたのは無論初のことであり、日本という国で見ても太平洋戦争時のレシプロ機運用の航空母艦以来、実に75年以上なかったことだ。日本は航空自衛隊が F-35 ライトニング2を調達中であるが、その内訳は通常滑走路で使用する A 型が105機、今後護衛艦出雲や加賀で運用予定の短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型を42機取得する方向にある。今回、アメリカ海兵隊の岩国基地所属の F-35 ライトニング 2B 型が護衛艦出雲への発着艦試験に協力した理由は、同機の調達がまだ日本では行われていないためであり、日米の協調体制を内外に示すものとも言えた。ちなみに、岩国基地に所属するアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型は、長崎県の佐世保を母港とするアメリカ級教習揚陸艦の1番艦、アメリカの艦載機となる機体であり、駐機場所が岩国基地となっているものである。今回護衛艦出雲の発着艦試験には、この岩国基地所属の2機の F-35 ライトニング 2B 型が協力したと発表されており、この様子は10月5日以降に海上自衛隊がツイッター上に約2分に及ぶ映像を公開しているので、視聴が可能だ。この映像は護衛艦出雲ないと思われる艦内での事前のブリーフィングの様子から始まり、F-35 ライトニング 2B 型が洋上の同艦の飛行甲板に垂直着陸してくる様子や、その後今度は発艦する様子などが確認できる。護衛艦出雲は、この高知県沖での初の F-35 ライトニング 2B 型の発着艦試験を成功裏に終了した後、母港である神奈川県の横須賀、港に帰投したと思われるが、10月25日には、来日していたカルロス・デル・トロマイ海軍長官の訪問を受けている。これは、26日の海上自衛隊の山村幕僚長が記者会見で述べたもので、カルロス・デル・トロマイ海軍長官は、今年2021年8月に、新たに同職に就任したため、岸防衛省や外務省等への表敬訪問を行っており、その一環の行動であったとめされる。山村幕僚長は、記者会見において、カルロス・デル・トロマイ海軍長官が、護衛艦、出雲を視察した後、海上自衛隊と
アメリカ海軍及びアメリカ海兵隊の相互の互換性が高まっているとの認識を示したとコメントしている。この発言は、くしくも中国海軍とロシア海軍の合同艦隊が日本海側から時計回りに津軽海峡を進み、日本を囲んで周回するかのように大隅、海峡まで到達し、東シナ海方面へ抜けていった出来事への意思表示とも受け取れた。カルロス・デル・トロマイ海軍長官は、メディアとの電話会見に際し、こうした中国、ロシアの挑発的な行動に対し、それを阻止する必要性を説き、日本だけでなくオーストラリアやフィリピン等の周辺国との同盟の強化にまで言及している。今回の中国海軍とロシア海軍の総勢10隻とも言われる合同艦隊が、日本を周回するような行動を取ったことは、無論初のことだが、日本にとってよりも、むしろ、アメリカでの方が、メディアの扱いは大きいようで、中国への警戒感を募らせている。当の中国自体は、この行動を、国際法上の領海侵犯などには、一切抵触しておらず、また、どこか、特定の国を対象とした行動ではないと主張しているようだが、台湾海峡などより確実に狭い、津軽海峡や大隅海峡をあえて通過した説明にはなっていない。そもそも、中国系のメディアやインターネット上には、先の護衛艦、いずもへの F-35 ライトニング 2B 型の発着艦試験の成功に、警鐘を鳴らす言説が噴出しており、海上自衛隊が、ついに航空母艦を保有することになると、危険性を煽っている。こうした行動の裏には、この2021年に極東方面に派遣され、複数の周辺海域で複数回の合同軍事演習を行ったイギリス海軍の航空母艦クイーン・エリザベスらの空母打撃群の攻勢を中国が警戒していることの表れのようにも感じられる。イギリス海軍の航空母艦クイーン・エリザベスの空母打撃群にはオランダのフリゲート艦やアメリカ海軍のアーレイバーク級駆逐艦も加わっており、そもそもクイーン・エリザベス自体にアメリカ海兵隊の飛行隊も乗り込んでいる。これでハクロスデッキ運用と言われる英米の新たな取り組みであり、クイーン・エリザベスに今回搭載されていた F-35 ライト。ニング 2B 型は8機がイギリス空軍の飛行隊、10機がアメリカ海兵隊の飛行隊所属の機とされていた。イギリス海軍所属の航空母艦クイーン・エリザベスに対して英米両国の飛行隊がこれを母艦として運用するものであり、中国側は護衛艦出雲や加賀の航空母艦化にも同様の器具を抱いているのだろう。ただし護衛艦出雲や加賀は航空母艦化改修工事が完了しても、F-35 ライトニング 2B 型の艦内への収容キャパシティは10機前後とめされており、クロスデッキ運用を行うには、いささか規模が小さすぎる艦艇であることは否めない。現在のクイーン・エリザベスでのクロスデッキ運用に見られるのは、従来の英米間で唱えられていた相互の運用性向上という命題から、さらに進んだ相互の代替性の確立へと目指すテーマが変質している点だろう。一説には、イギリス側からこうしたアメリカと同様のクロスデッキ運用を日本も打診されているとの話もあるというが、クイーン・エリザベスの同型艦のプリンス・オブ・ウェールズを念頭に置いた案なのだろうか。イギリスとアメリカとオーストラリアとは申請されたオーカスによって、新たな3カ国による安全保障体制を打ち出しているが、アジア太平洋地域における軍事バランスは変化の兆しが見え始めている。
ただし、日本の場合、あくまでも、憲法上は、軍隊ではないと規定された自衛隊であるため、こうした他国の軍隊との本格的な連携行動には、政治的なギャップが存在し、それをクリアにしない限り、今以上の動きは困難だと思える。まして、クイーン・エリザベスの極東派遣においても、イギリスは、いたずらに中国を刺激することを恐れてか、同艦を台湾海峡を通過させることはせず、デューク級23型フリゲート艦、リッチモンドが、帰りに通過するに止まっている。今後、日本での自衛隊をどう位置づけ、法改正へと向かうのかは、今後の中国の動き次第でしょう。法改正は、絶対にするべき最重要法案となります。